Can you feel the high? ですか赤いリップ。これから、いやなんかいよいよ自分の出番かと思うとちょっとドキドキしたりとかね、ワクワクしたりと、お客さんどんな感じなのかなって思ったりとかっていろいろ思いを馳せてるところです。こうガーリーに甘い格好してみたいかなとかって思いながら、お花のカゴバッグ持ってたり、お花の冠つけてる人たちとかもいっぱいいるから、やっぱこの春はそういう甘い感じが、ね、旬なんでしょうね。流行真っ只中で歩いてこようと思います。今日はポイントのショーで私はヘザーとジーナシスとハレっていうブランドで歩かせていただきます。お洋服を改めてこう着て、で一緒に出るモデルちゃんたちとなんかこう一緒にリハやって、わすごくワクワクする、やばいみたいな、楽しさ満開でした。本番は1回しかないからやっぱすごく緊張します。うん、でも本当素敵ですよ。いやもう恥ずかしいみたいな。映画のタイトルがヘルドライバーっていうタイトル で内容がゾンビもののスプラッター映画になっていて、バイオハザードって映画ありますよね、あれにすごい近しいものを感じるんですけど、バイオハザードほどおどろおどろしくなく、キャーって感じでもなく、うわえぐなのになんでこんな笑っちゃうのみたいな、そんな感じで私はミラージョボビッチのようにアクションをガツガツやりました。めっちゃ大変でした。でもやりがいがすごくありました。ガッツダイナマイト、もうあのブランドは大好きなんで、ガッツのオファーが来た時にはもう絶対やりますって言って事務所に言いました。いいですか。なんかお店みたいになってるよね。買い物するノリだよね。似合ってますとかね。